はい、皆さんこんにちは、シュナタンです。今回はですね、以前ゴールデンウィークのルックブックをあげたと思うんですけど、みんなにゴールデンウィーク何するのっていう風に聞いて、みんなが答えてくれた予定をもとに私が勝手にコーディネートを組むっていう勝手にルックブックっていうのがあるんですけれど、今回はそれの後半でございます。前回前半10項で紹介したんですけど、まだそちらを見てない方はぜひそちらもね見ていただけたら嬉しいんですが、今回も10項で組んでいきました。今回のコーディネートも結構可愛く組めたかなと思うので、ぜひ最後までご覧ください。ではまず一つ目のコーディネートがディズニーに行くっていうことだったので、今回はディズニーコーデ組んでいきました。カチューシャは定番のこのミニーちゃんのカチューシャをしてるんですけど、やっぱりミニーちゃんって言ったらこの赤いリボンが特徴かなと思うので、今回オーバーサイズの T シャツを合わせてるんですけど、赤が入った T シャツを選んでみました。まあ、ここで統一感を出してあげて、カーゴスカート今すごく流行ってると思うんですけど、最近私この膝丈のスカートっていうのが気になっていて、これを結構オーバーサイズな T シャツとか、まあ、ピタッとした T シャツでもいいんですけど、それと合わせてコーディネート組むっていうのが結構海外でやってる方が多くて可愛いなと思ってて、今回はまあそんな感じでコーディネート組んでいきました。でやっぱディズニーと言ったら歩きやすさだったりとか身軽さがポイントになってくるかなと思うので、シューズはスニーカーを合わせて、まあ、バッグもショルダーバッグとかがいいんじゃないかなと思って、今回はこんな感じにしてみました。なんかラフさが欲しいなと思ったんですけど、ちゃんとこういったスカートだったりとかでトレンド感を入れてあげるとラフコーデでも今季っぽいコーディネートが組めるかなと思うので、今回はこのような感じで組んでいきました。はい、ということで、では2つ目のコーディネートが幼馴染と飲みっていう予定だったので、こんな感じのコーディネートにしてみました。なんか私の想像的に幼馴染って言うとやっぱ地元のイメージが強かったので、結構カジュアルっていうか、こうパッて家出れるような感じの洋服をイメージしながらコーディネート組んでいったんですけど、最近私もよくチェックシャツを着てるんですけど、シャツだから温度調節もしやすいし、今 Y2K だったりとかちょっとレトロっぽいお洋服とかも流行ってると思うんですけど、なんかチェックシャツってそういったちょっと昔っぽい印象が私の中ではあって、だから割とそういったチェックシャツとかも結構最近注目されているアイテムなのかなっていう風に思うので、今回そのチェックシャツ使ってコーデ組んでいきました。まあ、私の中ではすごく定番な合わせというか、まあ、デニムはやっぱり外れがないなっていう風に思うので、このゆったりとした結構こうリラックス感のあるようなデニムを持ってきて、でシャツもこんな感じでレイヤードしてあげて、中にタンクトップだったりとか、まあ、T シャツとかでも可愛いと思うんですけど、それを着てあげて、その上から羽織ってボタン一番上だけ閉めるみたいな感じでコーディネートしてあげてもとても可愛いし、手抜きすぎてない感じのコーディネートになるかなと思うので、そこもポイントかなというふうに思います。あとはやっぱそんなに張り切ったようなお出かけっていう感じではないかなと思ったので、ちょっと今回ミニバッグとかで軽く必要最低限の荷物とかで大丈夫かなと思ったので、アクセサリー感覚でこのディーゼルの D ロゴのバッグを持ってきました。で結構まあ色味がなかったので、シューズと刺繍をイエローで合わせて差し色にしてみました。では続いて3つ目のコーディネートがバスケ観戦ということで、私バスケ観戦は多分したことがない気がするんですけど、なんか私の勝手なイメージ的にバスケ好きな人って結構なんて言うんだろう、ヒップホップ系っていうか、なんかこうなんて言うの、伝わるかな、なんかそういった感じのイメージがすごく強くて、まあ、なので今回は結構そういうイメージでコーディネートを組んでいったんですけれども、まあ、でもスポーツ観戦っていうとなんかドレッシーでもないしキメキメっていう感じでもないかなと思ったので、まあ、カジュアルなこういったニットパンツとかも合わせつつ、でもやっぱなんかヒップホップみたいな感じのファッションのジャンルで言うと私は結構ビーニーのイメージが強かったので、このビーニーとかを合わせて、あとフープピアスも結構大きめのものを選んだりとかしてちょっとポイントにしてみました。であともう一個ポイントがシューズなんですけど、このニューバランスの550ってバスケシューズ、バスケにこうインスピレーションを受けたシューズだった気がするんですよ。この靴のタグのところもバスケの絵が描かれてたりとかするんですけど、まあ、このシューズがぴったりかなっていう風に思って今回はこちらを選んでみました。でアウターは今回ジャケットを選んでるんですけど、ジャストサイズで結構ピタッとしたジャケットとかだとちょっとカッチリ感が強くなっちゃって、なんかスーツっぽいというか、であんまりこうカジュアルコーデには向いてないんですけど、こういったオーバーサイズのジャケットとかは結構いい感じにバランスが取れてカジュアルコーデにもスッと馴染んでくれるので、今回はこちらのコーデジャケットを合わせていきました。
では次4コーデ目ですね。コストコに行くっていう予定だったので、このような感じで組んでいきました。やっぱコストコっていうとアメリカンな印象があるので、なんか短めのトップスにゆるっとしたデニムでちょっと肌見せをしてみたりとか、あとやっぱコストコ、あの冷凍コーナーでしたっけ、冷蔵コーナーでしたっけ、すっごい寒いとかあるじゃないですか。だからやっぱアウターは欲しいかなっていう風に思ったので、今回この赤の真っ赤なパーカーを合わせております。パーカーとかも結構アメリカンガールとかよく着てるイメージがあるので、今回はこちらのアウターをチョイスしております。やっぱ春は私前のルックブックでも話したんですけど、ちょっとどこかしらに女の子っぽさっていうか甘い要素を入れたいなっていう風に思ってるので、デニムパンツのこのベルトループのところにちょっとリボンとかをつけてみたりとか、あとシューズもこれ結構可愛らしいような印象のあるシューズなんですけど、このローファーを合わせてみたりとか、ちょっとそういった小物とかでシンプルになりすぎないようにコーデ組んでいきました。でやっぱコストコと言ったら赤と青のイメージが私あったので、このパーカーはね赤のもの選んでるんですけど、このどでかいこのコストコのバッグともコーディネートいい感じに組めたんじゃないかなと思います。にしてもこのバッグ本当に大きいですね肩に初めてかけたんですけど、なんか大きすぎて、いつも私ミニバッグとかが多いからびっくりした。本当にこの大きさに、さすがコストコさんです。はい、ということで続いて5コーデ目は、3月から一人暮らしを始めたのでマイハウスでパーティーしたい。いいですよねホームパーティー、私も大好きですホームパーティー。確かに、でも今年から新社会人の方とか一人暮らし始めるタイミングでもあったりすると思うから、みんなゴールデンウィークは逆に外に出ずにホームパーティーとかもするのかな。ホームパーティーなのでちょっと今回ラフさも入れつつ、でもなんか色とかをちょっと多めに使ってみてパーティーっぽさも出してみました。今季結構気になってるスタイリングで、なんかこういったトランクスをローライズのボトムとレイヤードして履くっていうのが結構気になってるスタイリングで、すごい可愛いなと思って私は、まあ、なので今回グリーンのトランクスを履いて、その上から結構ダボっとしたローライズのパンツを合わせております。なんかホームパーティーとかってドレスコードとか決めても可愛いかなと思って、まあ、このコーディネートでドレスコードするならグリーンとかになってくるかな。なんかそういった色物とかで合わせても可愛いかなと思うんですけど、まあ、ちょっとこう気分が上がるようなカラー物とかを使ってコーディネート組んでいきました。トップスもこのミニティチビティで春っぽい花柄の T シャツなんですけど、こういうのを合わせてあげて、トランクスのこのレイヤードが見えるように丈感とかもバランスをとってみてます。まあ、一応バッグとシューズも合わせてるんですけど、ちょっと買い出し行きたいなってなった時とかはこんな感じのスリッパーサンダルみたいな履きやすいものとかでパッと出れる感じをイメージして合わせてみました。では続いて6コーデ目がバリ旅行ということで、今回こんな感じで組んでいきました。バリってやっぱ南国だと思うので、調べてみたら結構もう29度とか、まあすごい本当真夏日みたいな気温だったので、ザ南国コーデみたいな、すごいこうビタミンカラーみたいなのもいっぱい使って結構カラフルにコーディネート組んでいきました。めっちゃ夏超夏感じてます。やっぱメインはこのスカートなんですけど、このスカートザラで見つけた時にわー可愛いと思って、結構丈感もしっかりとあったので買ってみたんですけど、なかなかやっぱ東京とか都会の街で履く機会があんまりなくて、全然履けるは履けるんですけど、なんかやっぱこういう南国だったりとか海辺とか旅行とかで着たいなっていう風に思ってたので、このスカートぴったりだと思って選んできました。小物とかは結構色物使ったりしてるんですけど、このスカートの中にすごいたくさん色が使われてるので、もうすでに結構いろんなカラーを合わせていっても、トップスがこんだけシンプルだったらそんなにこうごちゃごちゃしすぎないかなっていう風に思うので、バッグもこの鍵編みの夏を感じるバッグにしてみたりとか、あとキャップもねこの真っ赤なキャップで、まあ、暑さ対策も兼ねつつポイントとして合わせております。あとネックレスなんかもね、ビーズのネックレスとかつけても結構南国っぽいかなっていう風に思うので、このコーデ私はすごいテーマに沿ってコーディネート組めたんじゃないかなって思ってます。ということで続いて7コーデ目がパリ、イタリア、スイスに行きますっていう、まあ、旅行続きなんですけど、やっぱゴールデンウィーク旅行行くっていう方もすごいたくさんいて、私も本当旅行行く気分でコーディネート組んで行ったんですが、パリとかの気温を調べた時にまだちょっと肌寒い日もあるみたいな風に書いてあったので、一応こうジャケット
ートを合わせて温度調節できるような感じでコーディネートしていきました。ヨーロッパ系のインフルエンサーさんとかをインスタとかでも見たりするんですけど、なんかこういったなんて言うんだろう、かっこよさの中にちょっとこう崩しでラフさっていうか、なんかそういうミックスコーデみたいなのをしてる方がすごい多い気がして、あとやっぱなんかヨーロッパ系の映画とかでも結構中はすごい薄着でその上にかっちりしたアウター羽織ってみたいなコーディネートが多いなっていう風に感じていたので、まあ、そんな感じのイメージで組んでいきました。このパンツはトランクスっぽい感じのパンツなんですけど、シャツ素材のやつで結構なんかワイルドな印象があるかなっていう風に思います。でもなんかこういうのにあえてこうレザーのかっちりしたものを合わせてあげて、本当私の中でのパリとかのイメージってこういう感じだったので、結構このコーデも私は気に入ってます。ということで8コーデ目が彼氏とお散歩コーデでございます。お散歩なので本当とことんラフな感じで、もう部屋着なのかぐらいラフな感じだと思うんですけど、私これねもちろん違うんですけれども、なんか枯れ服を借りちゃったみたいなテンション感のコーディネートとか可愛いんじゃないかなと思って、こんな感じで組んでみました。結構まあオーバーサイズの T シャツとか、まあ、こういうのとかも借りてもいいなって思うし、でこのパンツさっきのパンツと同じやつでトランクスまではいかないけど、ちょっとこう枯れ服っぽいようなパンツ、部屋着にも着れそうなラフな感じのパンツを合わせてあげて、これもあれかオーバーサイズとミニボトムのシルエットなんですけど、やっぱそれがすごい可愛いなって思うので、こんなのもありなんじゃないかなと思います。でまあお散歩だからそんなにこう持ち物もいらないかなって思うので、こういったビーズのミニバッグとかをちょっと合わせてあげるとラフすぎなくていい感じにアクセントが出るかなと思うので、今回はこのミニバッグを合わせてみました。結構部屋着っぽい印象ではあるんですけど、なんか逆にそれがまた可愛くないですか。ちょっとこう家の周りをお散歩、軽くお散歩みたいな感じでパッと出れるようなコーディネートです。でもなんかあとはまあシューズとかでちょっとペアにしてみたりとか、このオニツカのメキシコロクロクはまあもちろんユニセックスで履けると思うので、なんかもしペアのシューズとかがあればそういうものとかを合わせてもいいんじゃないかなと思います。では続いて9コーデ目が家族でキャンプコーデでございます。キャンプ私最近全然行ってなくて、ちっちゃい頃よくなんかお父さんの職場の人たちと一緒に行ったりとかはしてたんですけど、どんなんだったかなと思ってちょっと忘れてしまったんですが、まあでも私の中でのキャンプってなんかこういうアースカラー系かつ動きやすくてアクティブな感じのイメージがあったので、今回はこんな感じで組んでいったんですけど、結構私はこのコーデ気に入ってるっぽいコーデができたんじゃないかなと思ってるんですが、ちょっとこれはおしゃれキャンプかもしれないですね。でもガチなキャンプっていう感じではないかもですが、まあ、でもこのパンツは前にも紹介したんですけど、すごい伸縮性もあって履きやすいので、まあ、一応動きやすさはあります。でやっぱりあの虫とかに刺されたくないので、あの長袖長ズボンね、ちゃんと肌を隠してあげて、であとこのなんかちょっと川にいそうな感じのハットとかも被ったりしてみました。なんか私はこのキャンプはどっちかっていうと海辺っていうよりはなんか山とかそっち系のキャンプ、キャンプって山のかみんな、まあ、とにかく私はなんかイメージでカラーとかもこれブラウンとかカーキとかそういうものをたくさん使ってあげてコーディネートしてみました。どうですか、結構私このコーデなんかキャンプとかに限らず割と好きな感じのコーディネートです。シューズはサロモンのシューズなんですけど、結構前回のルックブックからすごいたくさん書き回してると思うんですが、このサロモンのシューズもすごい今注目しておきたいスニーカーで、結構そういうなんかスニーカー好きな方だったりとか、おしゃれが好きでトレンドに敏感な方とかは今割とサロモン注目してる方多いと思うので、なんかスニーカー探してるということは見てみてください。結構あのしっかりと機能性がある感じのスニーカーになってるので、まあ、こういったキャンプの時とかも合いますし、こういう結構スポーティーなアイテムっていうのも普段着として着ちゃうみたいなトレンドが今結構来てるので、このスニーカーは要チェックかなと思います。はい、ということで続いてラスト10コーデ目はライブですっていう方結構多かったです。ゴールデンウィーク結構ライブあるんですね。やっぱり私もね、あの多分これ上がってる頃にはもう行ってるんですけど、今度ライブ行くんですよ。海外のアーティストさんのライブなんですけど、とても楽しみです。で私的にライブコーデでなんか気をつけてることっていうか、まあ意識してることがあるんですけど、ライブの会場って結構暑かったり寒かったり、なんか割とこう温度調節が難しいなっていう風に私は感じてて、まあ、なんかライブも
盛り上がってきたら暑くなるけど、アーティストさんに合わせてちょっと寒めに設定しちゃったりとかする場合もあるかなというふうに思うので、マウンターを羽織って温度調節をしやすい感じのコーディネートっていうのを心がけてやってます。結構このコーデは割とお気に入りのコーデが組めたので普段でも着れるとは思うんですが、私は結構タイプなコーディネートです。はい、ということで今回はこんな感じで勝手にルックブックゴールデンウィーク2023年後編でございました。20コーデですかね。なんか参考になったら嬉しいなというふうに思います。皆さん可愛いコーディネートでゴールデンウィーク満喫してください。というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。I just wanna clap, clap, turn around, business.